こんにちは、速稼塾の久保です。皆さんはですね、知らない人についていっちゃいけないよとか、そんなことを言われたことないですかね。それから人を見たら泥棒と思えみたいなね、こんなことを幼い頃言われて育ってきてると、どういう思考になるかというとね、知らない人は悪い人なんではないかなっていうのは疑いから始まるんですよ。例えば皆さんにも経験があると思うんですよ。ネットワークビジネスの話なんだけどって言ってプレゼンを受けますよね。そしたらどういう心理になるかっていうと、そのプレゼンをした人に対してどう上げ足を取ってやろうかな、どう矛盾点を見つけてやろうかなっていうような先入観で聞くのか、逆にですね、この人はとってもいいというふうに判断した情報を大切な人に届けてくださってるんだっていうふうな先入観で聞いていくのと、全然コミュニケーションって変わってくるんですよ。そしてどちらの方がですね、たまに騙されるとかね、失敗することがあるにしても、どちらの方が人生豊かになっていくかって、これ明白なんですよ。それはですね、人を疑ったりね、人を上げ足を取ったりとか、重箱の隅をついてやろうかなっていうふうに攻撃する前提で話を聞くのか、それともこの人の伝えてることはどんないいことがあるのかな、どこに魅力を感じてるかな、どの魅力を私に伝えようとしてるのかなっていうことをね、こう注意しながら聞くのと全く変わってくるんですよ。で、私にしてみれば、花屋龍馬さんっていう方はね、実はね、知らない人で始まってるんですよ。当たり前ですよね。ある日、ウォートー君っていうね、小野里はじめさんっていう私の友達がね、ウォートーク一生懸命放送してるわけですよ。ウォートークの状況がある時に、うわ、ウォートークの現状はこうですよって言うから、そうするとこれはね、花屋龍馬さんの戦術の通りに私もそうだろうなと思ったんですけども、次の動画、おすすめ動画ってポンって出てくるんですよ。ウォートークって書いてるわけですよ。で、小野里さん以外にウォートークのことを一生懸命話してる人ってこの花屋龍馬さんしかいないんで、おっ、ちょっと小野里さんのこれ何、ケチつけてるの、それとも味方なのみたいな感じで見に行くわけですよね。そしてどうせ見るんだったらね、この人がどういうふうなメッセージを伝えようとしてるのか、そしてなんでメッセージを伝えようとしているのかっていうふうな思考の深いところをこうリサーチするつもりで見ていくと、これはね、なかなかね、素質があるって言ったらね、偉そうなんですけども、これをね、やってほしかったんだよみたいなことを結構ね、盛り込んでるんですよね。さあ、ここまでで、どんなことに気づけるかというと、皆さんがね、人と話をするときにどういうふうないいところとか美しいところをピックアップしようかなっていうふうな先入観で聞くのか、それともこの人論破してやろうかなって、論破って言葉いやらしいですね、みんな好きですけど、論破っていうのがね、橋本さんがね、どんどんこうコメンテーター論破するのみんな気持ちよく見るから、すごい再生数上がってますけども、論破っていうのは要するに言論で戦って相手に勝とうとする精神なんですよね。それが必ずしも悪いとは言いませんけども、どちらかというとどんどんどれを受け入れられるかなっていうふうに考えた方が人ってのは豊かになるんですよ。だから人を見たら泥棒と思えとかね、知らない人についていっちゃいけない、それはもう本当にね、危険を回避するために必要な言葉だと思いますけども、同時にですね、いろんな可能性を失ってるってこともあるんですよ。知らない人だからこの人のいいところを見ていこうかなっていうふうに考えていくのか、それとも知らない人なんでこの人の悪いところ、気をつけないといけないところを見ていこうかなっていうふうにするのと、極端に触れるんじゃなくて両方ともゲットしていきましょうってことなんですよ。私はですね、花屋龍馬さんのトーク、話し方とかね、それからなんでその言葉を使ったのかっていうふうな選択のこと、これをね、ものすごく、ね、評価しているところから始まったんですけども、なんでウォートークンっていうタイトルを選んだのかっていうのもそうです。これはウォートークンの現状を話すとかね、ウォートークンの秘密の情報を発信するというよりも、完全に私はね、思ったのはウォートークンっていうタイトルを使って私をはじめ多くの人を取り込もうとする意識を感じたんですよ。これがすごく秀逸なんですよ。これは当然ですけど、私もやってることであり多くの方がやってることなんですよね。それは釣りとか騙しではないんですよ。そういうものをきっかけにして自分の本当に伝えたいことを伝わる人にだけ知ってほしいってことなんですよね。ですので、ある日ね、ウォートー君、花龍馬さんの動画を見た時にポチッとして、なんだよこいつみたいな人もいると思うんですよ。そういう人はチャンネル登録しないですし、動画を繰り返し見るような縁がなかったんで、それはいいじゃないですか。でも、この人はウォートー君のことを借りてですね、すごく大事なことを言ってるなと、こういうふうな情報発信の視点が大事なんだよねっていうふうに気づいた人はやっぱり登録するし、それからずっとベンチマークするわけですよ。そして私が、花屋龍馬さんこういう意味でこれをやってるんでしょっていうふうな動画を撮れば、それに対してその通りですとかね、こういう見解ですっていうふうなコミュニケーションが始まるんですよ。だから知らない人がどんどん知ってる人になってきて、今や私の暮らしには花屋龍馬動画っていうのは欠かせないものになってきたんですよ。多分これは花屋龍馬さんも同じことを感じてるでしょう。この前ね、花屋龍馬さんがおすすめの YouTuber っていうところにね、10人ぐらい名前が出てたんですけども、まさにですね、7割は私と同じ人をマークしてるわけですよ。
うん、でこれはすごいなというところと、あともう一つは多分私の名前あるだろうなと思って言ってみたらあるみたいなね。このぐらい花屋龍馬さんを信用している、信頼しているっていうのは何かっていうと、何か大事な話をするときには自分の名前を引用するに違いないと思わせるぐらい花屋龍馬さんに向けてのメッセージが通じているってことなんですよ。これは逆もそうです。花屋龍馬さんが動画を作ったら、その時にはですね、久保さん動画作りましたよって通知なんてなくても必ず見るだろうと思って堂々と出してるわけですよ。そして私の動画を出せば速稼塾の塾生さんも少なからず見るだろうというね、そういうふうな信頼関係を持って出してるわけなんですよ。これがすごいんですよね。はい、それではね、今回の動画をまとめさせていただくときに、私がね、今回ちょっと長くなりましたけども、なんで動画を3分とか5分にまとめてるかってことなんですよ。これ花屋龍馬さんがこのね、動画の短さ、動画の長さ、これをね、私の動画は5分以下だっていうふうに言われてましたけど、これもすごく大事なことなんですよ。なんで私がね、3分から5分っていう動画にしてるかっていうと、大事なことは1個なんですよ。いつも伝えたいこと、毎日1個のセンテンスを伝えてるんですよ。そしてですね、私が必ず午前8時よりも前に私の動画を配信してるんですよ。なぜか、これなぜかっていうと、多くのお勤めになってる方で、朝のね、会社の挨拶とかスピーチの時間って設けられてる方がいると思うんですよ。全員ではないんですけどね、出勤したら順番に1分間スピーチ、3分間スピーチやって朝礼をしましょうみたいなところがあると思うんですよ。私もサラリーマン出身なんでね、そういう方がいるんだろうなと思うんですけども、その方に合わせてるんですよ。出勤中に私の動画を3分とか5分で聞いて、ネタを仕入れて、それをそのまま自分の言葉でスピーチを話す、これを繰り返すことによってトークスキルはかなり上がりますし、思考の鍛錬にもなるんですよね。そうするとあらゆる情報の中から自分なりに3分間で5分間でまとめるような思考ができていくんですよ。このまとめるって力がすごくね、キュレーションって力はものすごく SNS とかの時代に必要になってきます。そして、あるエピソードを1時間2時間で感じた時に、それを3分でまとめるっていう習慣がついたらどうでしょうか。ものすごくね、大事なエッセンスだけ、いいところだけを見て、それを人に伝えることができるわけなんですよ。ここで最初のね、泥棒を見たら、人を見たら泥棒と思えっていうのと、こう、回収ができる、伏線が回収できるわけなんですけども、人を見たときに、いいところと悪いところ、両方同質で、同量のものがあるんだなっていうふうに感じたときに、それをどっちをピックアップするかによって、で自分の先入観も作れますし、それをまとめて人に話すときにある意味ね、バイアスをかけることができるっていうトレーニングもなるんですよね。さあ皆さん、いかがお感じだったでしょうか。私は今回ね、花屋龍馬さんの動画がアップされて、ね、5時間後くらいに見たと思うんですけども、もうその時すでに30人の方が見ていらっしゃいましたね。そして、ちょっと残念なことなんですけども、私はね、花屋龍馬さんの動画のチャンネル登録者数が501人っていうのを確認したんですよ。現在見ると297人になってました。4人減ったんですよね。要するに、あ、花屋龍馬さんの動画は今までは自分の肌に合ってたけども、これからは違う人の動画を見ようかなっていう方が移動したことがここで分かるわけですよ。これ数が減って悲しいなではなくて、数が減ったことによってより濃いファンが維持できたっていうふうに考えた方がいいんですよね。だからチャンネル登録者数の方が減るっていうのは悲劇ではなくて、自分のファンがはっきりしたってことなんですよ。ですんでね、ずっとチャンネル登録をしてくださる方のためにはまた濃いエッセンスをお伝えできますし、離れていった方にはその方なりの選択のセンスが磨かれるということなんで、どっちも OK なんですよね。こんな感じで今日の動画はね、まとめさせていただきますけども、でもね、やっぱり嬉しいですね。名だたる方の YouTuber の方の中に、その中に久保哲郎も上がってくるっていうね。特に億万長者合宿っていうのは、1億円を1人で稼ぐためにどんなことをやればいいのかってことをね、凝縮した1万話の話になってます。まだね、2000話ぐらいしか撮ってないんで、まだまだなんですけどもこちらの方をね、見たいって方は、それはやっぱり少ないですよ。1億円稼げるなんて思ってる方もいないですし、1億円稼ぐためにこの吉谷さんと私のやり取りを見ていこうって方はもっと少ないですからね。中にはですね、アンチテーゼをもうサムスダウンをつけるためにチャンネル登録して見てる方もいるそうなんですよ。これがなかなか面白いですよね。どう私のね、言動を論破していこうか、実際に1億円を1人で稼いでる私みたいな人間を論破しようとして1億円稼いでない人がケチをつけてくるってね、これどうですか、戦い明らかだと思いませんかまあでもね、そういうのも込みで私の、ファンですとかね、私の受け取るべき、発信者の責任なのかなと思ってます。これからもね、結果を約束することは何もありませんけども、少なくとも結果を出した人間の思考っていうのはどんどん公開することができますので、それをやっていこうかなと思います。今日もね、朝6時11分ですけども、今日も私は
やることがないというね、1年間結局何をすればいいんでしょうかみたいな感じでボウフラみたいな時間を過ごしてきました。きっとですね、決まったお仕事をされている方っていうのは社会の役に立ってると思いますけど、私は基本的にあんまり社会の役に立ってないんですよね誰かのためにね労働することもないですしね、まあ、こう言ったらなんか皮肉に聞こえるかもしれませんけども、組織を離れ孤独になって、そして隠居するというね、隠居して思うことは私は社会の誰からもこう繋がってないんじゃないかなみたいなね、孤独感ではないんですけども、まあ、自由さでもありね、なんか放浪みたいな感じですかね、2019年皆さんどんな1年だったでしょうか。振り返った時にどんな人の顔や名前が浮かぶでしょうか。それは会社の上司部下なんでしょうか。私は会社の上司部下一人も名前が浮かびません。私の名前と顔が浮かぶのはこうやって動画を通じてね知り合った皆さんなんですよ。それが1万人に達しようとしているということだけですね。リアジュ以上でございます。失礼します。